しろ。宮関城を解放したところからスタート。龍の子リア。ということで、何の音だったの？あっ、で、買い物しましょう。ループのスカー買ってもいいかな。ルーンスピアはいかない。ガントレットを買ってもいいな。うちは武具専門店だ。どっちがいいかな。ハプネスを買ってもいいけど、よかったか。ありがとな、ありがとな、ありがとな。また契約がいるからな。追い風の契約が欲しいんだ。うちは武具専門店だ。買い取る。ハロンに渡したい。ありがとな。また不評の斧持ち。うちは武具専門店だ。買い取りもやってるぜ。ありがとな。はい、水筒。また来た。あれ、スッとの町か、置いてないのかな。あ、納品されてない。綺麗な状態。手は行けてないから。ブラックソード。宝石のペンダント買いに行くか。宝石買いに行って、あ、うちは武具専門店だ。買い取りもやってるぜ。金がないんか。売却しと。店から出たら処分しちまうから、買い戻すなら今のうちにな。店から出たら処分しちまうから買い戻す。店から出たら処分しちまうから買い戻すなら今のうちにな。また来てくれよな。うちは武具専門店だ。買い取りもやってるぜ。
店から出たら処分しまうから、買い戻すなら今のうちにな。この辺もか、ああ、どうしようかね。ゴールデンエッグ3万なんだ。なんとか資材で運転ならんだろうか。店から出たら処分しまうから、買い戻すなら今のうちにな。で足りて。ありがとな。また。そしたら考えてるのはここと。アデル。これね。フィールドがちょっと心もとないね。高いやつで、アイスステーブを敵の戦艦とじゃなくて、地下からもらうことになるんですか。バックレカセットいらないの。でこのアイスブローをいいなに出せ。眼帯つけよう、眼帯。
まいち落とすところがないんだが、これは完成、これもそうかな。ロゼフタイルちょっと解体するか。休めからクロエちゃんで、そうするとこうか、あうかって感じでもない。ロセフ言っちゃうのは惜しいな。こうしようか。セルビーが余ってるのか、まあしょうがないかな。それはエリザンドフォームがモルドにしょうがないね。では行きますか。ラケンガルト地
旧王国領。友人が連絡されてくる。ベレンガリア州。よし。こうじゃないの。酒を飲みながら行きましょう。ドライバームの街。我々ゼノイラ軍を裏切るからこうなるんだ。ベレンガリア将軍も落ちたものだな。くだらん画策をしているお前たちほどとは思わんがな。くだらん画策だと。ギルベルト王子のいる闘技場を退去して攻め落とす計画のことさ。攻めあぐねて兵をかき集めるなんざ、天下のゼノイラ軍が聞いて呆れる。黙れ。どうせ明日には処刑されるんだ。今のうちにせいぜいヘラズ口を叩いているのだな。肝心の腹とか守れてないけどいいのか。この城前、あのバカな弟から教わった技術が役に立つかもしれん。それで一つ。では。バージニアに入れるべきなのか、トラビスでいいか。アデルタイ、エリアム。よし、行こう。アレイン。バージニアタイト。出陣いたします。方向に分かれていこう。出撃する。さて考えるんだ。さてわっ、ゼルチポンチロッチ。よし、どうする。準備できてるぜ。わっ、こっち行こう。勝てないか。行ってきます。騎兵の力が必要か。了解。私の前に立つなんて向こう見ずな方。やってみよう。出させません。それだ。これで万全です。あ、大振り返りして失敗だわ。そこだ。良いじゃない。この程度ですか。格
間違ってるね。ああ、秘跡の羽入れて持ってきゃよかったな。羽か、あ、できる。で、これで OK なはず。ご命令を、王子様。追撃しよう。向かいます。アデルが追いつくでしょう。誰に盾ついてるとお思いですか。戦車状況だから曲げる。撃破したわ。彼より役に立ってみせますわ。破裂。あちらですわね。かかってきな。どんなもんですか。後押しします。これを。お、うまく決まったな。当たる。図に乗るな。へっちゃらだぜ。強行突破だ。好きだわけよ。貫く。応急処置ですが効率。ナイス。どうぞ。もう一回受けるぞ。いいコンビ。準備できてるぜ。任せてください。まま仕掛けて。突破する。おらいおらい。この力使ってくれ。若い子には負けないよ。騎兵の力が必要か。行ってきます。行きましょう。思い知らせて差し上げますわ。いけないか。勝利を我が手に。でこのまま行ってもらって。誰に盾ついてるとお思いですか。ラインキルしたのか。学びは尽きないな。ご命令を王子様。でトラビスがかけてくる。一瞬で終わりにしてやる。そっか、あれがいるのか。さあまあ君出す。流せない。効かんな。これならどう。無意味だ。アンパック2回で無意味。反撃だ。どこ狙ってる。やってくれたな。見え見えだ。おとなしくしなさい。とは。倒しきれないね。撃たれてるぜ。見え見えだ。ひとまず勝ったぜ。
なるほどな。気をつけてやんないと弱いわけだもんね。俺が相手だ。ロセフがいてくれて心強いね。積み重ねよう。どうする？任せてください。好きにはさせない。報いを受ける時間だぜ。私の前にやられる覚悟はできてるか。かき乱せ。挨拶です。おとなしく行きましょう。いただく。かかったな。かき乱せ。俺はまだやれるぜ。なんとなく攻撃威力が足らないな。どう出るべきか。まだいい。報いを受ける時間だぜ。取るに足らねえやつだったな。彼より役に立ってみせますわ。仰せのままに。俺の番だ。わかった。倒せるか。さあ来い。どうも。ならずやったぞ。考えるんだ。このままいける。掘り出し物だ。巨人の天文台。ここは解放軍のものです。すぎるんじゃないの。そこの君。どなた。誰。私のことは気にするな。ただの傭兵だ。雇い主が君を呼んでいる。ついてくるといい。ただの傭兵か。私を。そんな。
助けてくれるやつ。あの、ここは一体雇い主の元へ行くのでは。ここまで来ればもう逃げられるだろう。あ、私を助けてくれるの？どうして？ゼノイラの連中には少々遺恨があってね。それより時間が惜しい。見つかる前に行くといい。なんて勝手なやつなんだ。やばいって。お望みのままにいたしますわ。出陣いたします。どこへ参りましょう。お任せを。しょうがないね。ご命令を、王子様。あちらですわね。やるか。ああ。やれるかな。引きません。倒しきれないな。一瞬で終わりにしてやる。思い知らせて差し上げます。我が武勇お見せしましょう。はい。全然いけるな。加勢いたす。効かねえぜ。ああ、そっか。無駄だ。打ちのばす。はい。騎兵の力が必要か。さて、こちらの方が忙しいな。引きません。アシストしてくれてる。まだまだ強くなるよ。また強くなったぜ。よし、もう一回。好きにはさせない。さらに活躍できますよ。この力早く試したいね。どう出るべきか。向かおう。どうする。行ってきます。報いを受ける時間だぜ。倒しきれない。やらせねえ。踏ん張りどころです。せいぜいもがきな。かかった。こっちだ。まだだ。バカだ。ぶっちゃけれ。届かねえよ。どこの姉ちゃんが強え。
遅いぞ。貴様どこへ行っていた？オーケー。どこと問われるといささか困るな。だが見つけたのだよ。絶望の箱の奥底に花があったのだ。美しい一輪の花がね。何をわけのわからんことを。煙に巻かれて。まあいい、それどころではない。近くで戦闘が発生した。我らは応援に向かう。貴様はこの番をしていろ。お任せあれ。戦闘だと？一体どこの勢力だ？到着しましたわ。俺の番だ。すぐ行く。お望みのままにいたしますわ。仰せのままに。お呼びでしょうか。進軍します。お手伝いしますよ。了解しました。ここは抑えた。私の前に立つなんて。援護しますね。炎。うわ。狙う。タッカー。ヘイ。この程度ですか？この力で皆を守りましょう。これで褒めてくれるかい？この程度？可愛いものね。彼より役に立ってみせますわ。向かいます。さて行くぞ。どうしたな。準備できてるぜ。俺の槍で一突きだ。どうする？任せてください。どこへ参りましょう。行ってきます。敵の将軍だけど顔見知りなのかな。どう出るべきか。よし。俺が相手だ。
お手伝いしますよ。わかりました。お相手いたしましょう。お願い。強くなれたでしょうか。どこへ参りましょう。お任せを。騎兵の力が必要か？了解。送りいっぱいで。出撃する。いつでもやれる。行こう。我が武勇お見せしましょう。回復ならお任せください。ヘイ、これからはもっとお役に立ちますよ。お呼びでしょうか。承知しました。必要ですか。行ってきます。物拾いなんてはしたないですけれど。やられる覚悟はできてるか。報いを受ける時間だ。援護しますね。回復ならお任せください。いいぜ。リザレクポーズ。じゃあ、だな。お手伝いしますよ。ヒールで。助かる。ご命令を、王子様。あちらですわね。
あ、よし、このゲームが止まってくれるってよかったよ。抑えました。おっと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 、待て、はい、よく、あなたがベレンガリア将軍か。何者だお前は。俺はアレイン、コルニアの解放軍だ。解放軍、なるほど。確かに私はベレンガリア将軍だった。だが今はただの裏切り者、お前たちの敵ではないぞ。やはりそうか。ならば共に行こう、ゼノイラを倒すために。おい、行ってしまったか。強引なやつだ、ベレンガリア。しかし渡りに船とはこのこと。ここは従ってみるか。わてもないだろうしな。やあ、アークマーキス。この引きません。援護しますね。お、これこれがヘッドスピニングっていうか、まあ最初から APP が2つずつある。カモン。ヘッドスピニングが一列攻撃、気絶を与え、さらに状態上だと威力が上がる。カーネージ、エピ奪う。あ、これは次は。開始でデバフかけられる。で、チェイスもできる。ああ、盾もある。また味方増えちゃったよ。先生大変。炎に大盾ってすげえな。とりあえず今はこっちの。やつをやっていこうか。届け。ファイターの。任せたわ。ハンマーが。任せろ。当たれ。よしよし。受けろ。届け。ああ。エクスをやってしょうがないんだよな。パワーはないから。せよ。グリフン、あれなんですよね。勝利です。地上からの攻撃を避けられるから、それが強い。敵馬にも強いから、それがね。敵馬はどこにでもいるから。どこへ参りましょう。出発してかけていきます。お任せを。天使を前に愚かな。この身を捧げどうなるか。なだれ。遅い。どれ、追いつかせ。送った。うわ、そらよ。ついてこられるか。そらよ。見切った。いいね、いいね、出てるよ。おらおら、おおおお、あげ倒す。これでどう。ライ恐れるものなどない。フライブもレベルキャップは手加減はできんたちでな。強くなったな。ベレンガリアが
やってくれそうな。こちらの勝利は見えている。あれなんです。最初に行けるところ行きまくったんで、天のかけら、あれを拾いまくって。ゼノイラとたもとを分かったからには容赦しないよ。楽しませてくれよ。これが強そう。立ってられるから。強いんだ。いてつけ。力を貸すわ。こいつを。あっしゃー、サンキーやったか。立ち止まっている暇はない。目標はどれだ。高くないでしょ。どうしようかな。すぐに行く。考えるんだ。行くぞ。取った。やられる覚悟はできてるか。報いを受ける時間だぜ。殺さない。来やがれ。踏ん張りどころです。カッサラすみません。いついた。いる。上上よ。止められはしまい。おのれ、手当てを。おのれ、そうだよ。俺はまだやれるぜ。我が武勇お見せしましょう。倒しきれないね。えい。これでどう。お願い。堅実に行きましょう。このまま進みましょう。オッケー。立ちふさがるなら容赦しない。正義決まってる。縛る。寝てろ。観念しろ。そこよ。避けられるのが強そうだな。立ってられるか。小賢しい。避けるな、結構。これが最後だ。ガードも避けれる。どうか思うなよ、おまけだ。見かけ倒した。さすがに消耗してきて。準備できてるぜ。行ってきます。お呼びでしょうか。彼より役に立ってみせますわ。お相手いたしましょう。良い調子です。ブレイブ余りまくってんな。やるか。どうだ。どう出るべきか。なんだっけ、グラディエーター礼を言う。グラディエーター使うの難しいんだよな。考えるんだ。盾も出ないし。必ず勝つと誓う。体力はあるんだけどね。二度と武器を持てなくなりたいか。これはここへやるだけだから。なので
まあこんなところだろう。舐められたものだな。キャンプを待って行こうか。そうだな。さあ来い。やったぞ。問題なくて。どこへ参りましょう。やられる覚悟はできてる。回復ならお任せください。ここで朽ちるわけにはいかんのだ。悪く思わないでくれたまえ。まさかそのお顔は。待て、私の顔に何かついているだろうか。おたわむれを、後で話を聞かせてもらいますよ。いかん。付き合い。ははー、後継の天敵だもんな。やってみろ。行きましょう。ガーディニアは顔知らないの。やっ。お。青。まさかこの私が膝を折ることになると。仕方ない。ここは一度引くとし。回復します。かかればこんなもんさ。敵のペンダント。お腹が空きました。俺の番だ。ああ、ご命令を。王子様、仰せのままにご期待に応えましょう。承知しました。癒し手が必要ですか。とりあえずこっちでよくてね。あとはこっちだな。抑えたぞ。どこへ参りましょう。お任せを。彼より役に立ってみせますわ。はい。あちらですわね。で、グレイブ止まりまくってるんで使わないとも使えない。さて。このまま押し切る。騎兵の力が必要か。ああ、テレポートがあったか。これは良かったんだけど。退却します。誰か出撃させるか。一度撤退いたします。出陣いたします。ご命令を、王子様。いらないか。一旦出たものの。お望みのままにいたしますわ。次はどうします。キャンプして考えるんだ。オクリースがあそこ取って出てから行くか。向かおう。奴らを野放しにはしない。わかった。じゃあこのままで。彼より役に立ってみせますわ。これは天からの恵みだ。ここだな。頑張って。着いたぞ。さて、全力で応えよう。あの剣士ですか。そう、このプリムと会話がありましたけど、
多分死なないんじゃないかなと思って。意識が高い、ね、この調子でいこう。出るぜ、俺の番だ。分かった、容赦はしない。決着をつける。こうだ、これでも食らえ。連携だ。行くぞ、うん、元気になって。私だって負けられないもの。この勝利を天に捧げる。私を見ておけ。すぐに飛び立つ。いいぜ。じゃなくてサービスは炭はもっといい。考えるんだ。早く指示を出せ。あ、勝てない。すぐに行く。さて行くぞ。俺の番だ。いただき。やるか。制圧完了だ。好きにはさせない。こちらの勝利は見えている。これでやれるぞ。すごいな。どこまでやれる。寝てろ。一撃かい。挑んだこと後悔するんだな。まだ伸び足りないね。当然の勝利だ。俺が相手だ。一瞬で終わりにしてやる。生きのいいのがいい。好きにはさせない。報いを受け。どうだろうが私は戦うだけだ。一瞬で終わりにしてやる。さあ来い。レベルキャップ挟まってるから考えるんだ。ちょ間違えた。よし、どう出るべきか。このまま押し切る。あら、やっぱり忘れてた。はい、いっか。なんとかなるでしょ。二度と武器を持てなくなりたいか。せいぜい気張ってろ。ダミを出させて。これでも食らいだ。立ち止まっている暇はない。いいよ。まあこんなところだろう。舐められたものだな。よしよし、道場。町の解放が完了しました、アレイン様。ああ、ありがとう、リア殿。なんだろう、あれは。改めて紹介しよう。ベレンガリア将軍だ。
ベレンガレー将軍、めちゃめちゃ強かったぞ。まさか本当に敵の将軍を連れ帰ってくるとはな。姉貴トラビス、あんたなんでこんなところに。それはこっちのセリフだ。なんだってゼノイラの将軍なんだ。もう違う。ゼノイラは仇じゃなかったのかよ、俺たちの親父の。それはあんたこそコルニアにいたはずだろう。さっさと帰るんだ、足手まといなんだよ。あん時の俺とは違う。俺は俺のやり方で仇を討つ。トラビス、ご兄弟だったとは仲がお悪いのでしょうか。あまり詮索するものじゃないぞ、リア。だがまあ、時間が解決してはくれなさそうだな。確執は深いか。なるほど、解放軍だったのか。出ない。ゼノイラとことを構えていたのは、とすればこれは好機か。もはやゼノイラに潜り込んでいる必要もあるまい。やっぱりお前傭兵じゃないじゃないか。ちょうど客人も来たことだ。解放軍との引き合わせでもこうとしようか。夫人、そういうことだな。生が忙しくなるぞ。ドア番号。はい。ありがたいこと聞こえないね。とつけ。名前は本当の名前教えろ。クリムちゃんとの会話を聞けないっていうのはある意味でメリットかもしれない。あれがギルペルト王子のタイム振って回ってるんだ。度胸あるかな。ニアノンだ。わしが取り扱う武具は技物じゃ。ゆっくり見ていくといい。ルーキー、これはでけえ。でかいけど装備する場所ない。鉄の剣。あるな、そうだ。ちょっと安めな装備と、高めな春菜の装備が、多分行動速度が上がるし。出してもいいし、トラビスにも出してもいいし。ああ。羽がない、羽が。
般が回るレッツ。ありがとな。これはもうブルーノです。ありがとな。いいよ。あーどうしよっかな。これはダメがなくなっちゃうんだよ。私が取り扱う武具は技物じゃ。ゆっくり見ていくといい。プラスティック、待てよ。誰も出る。こいつらか。パレットか、いいんじゃない。金が足らんねん。足らない。クリムのこれを引っ手がして、パレットに持たせるのはあり。そうだな。6どもに使おう。君なのである。今のところまでで感じだ。いいよ。バンナイトにハンターね。高校生プラスティア材やろ。あどっ、防災都市。兄貴大変だ。あ、解放軍って連中だろ。とっくにこいつから聞いたや。おい、撃てた。おめえは行動がいつも遅いんだよ。すいません。で、どうします兄貴。どうすっかな。これ系の俺ってさ、勝ち馬に乗るのだけはうまいんだよね。傭兵上がりの俺様が騎士になれたのもこの情勢を見極める力のおかげや。でも最近さ、ゼノイラについてても美味しいことねえだろ。よし、舞台から腕の立つ連中を連れてこい。品のいい連中みたいだから正面から素直に挑んでくるだろう。
解放軍の実力を試してやろうじゃねえか。後ろから撃つのかな、誘い込んで。なんぼなん15レベル高い。アイバーンだけ欲しいけど、グリフォンよりも攻撃的なのかな。どうだろう。あれか、エンジェル教会綺麗な艦隊結構ある。排斥橋ならお任せを。あった。どうちょう。ダリアにやってたのかな。わしが取り扱う武具は技物じゃ。ゆっくり見ていくといい。これは後継からの攻撃の場合ダイヤが2くらい。これ欲しい。ねえ、暗いわ。ライブにあげたいな。また承知いたしました。砂漠だ砂漠。久しぶりに発見したね。急に甘い。
日本。レイもあざとしがるんだな。これは送りたい相手リスタを取りに出撃する。よし行こう。なるほどね。いつでもやれる。ああ行こう。考えるんだ。よし俺の番だ。あれ大したダメージ与えられないな。報いを受ける時間だぜ。なってる感あるな。やるか。ああさて向かおう。狙われているぞ。やられる覚悟はできてるか。恨みっこなしだぜ。いいぜ。わかった。ユミ。好きにはさせない。静かにして。続きます。クソが。それ。よ。このまま行こう。キャップがハマってるからあんまり感情させたくない。考えるんだ。戻ってもらって行くぞ。レベルが低いタイの。こんなタイあるか。ここか。出陣いたします。お呼びでしょうか。承知しました。よし行こう。報いを受ける時間だぜ。じっとしてな。シャラクス踏ん張りどころです。くらっ。大丈夫ですか。まあこんなもんだろ。
もっとお役に立てそうです。ねえ、俺にかかればこんなもんさ。危ねえよ。我が武勇、お見せしましょう。誉れあり。狙ってる奴がいるな。わお、そこで撃たれるのやばい。一度撤退する。このまま行くのが得策ではない。立ちふさがるなら排除する。飲み果てようとも。癒しの力よ。当然の結果だな。天は見ているのだ。私を見ておけ。すぐに飛び立つ。ご期待に応えましょう。お任せを。出撃する。どうする？任せてください。開けろ。お相手いたしましょう。お願い。やりすぎ。このまま進みましょう。月使を倒しても やるか。ああ、到着したぞ。はい。この勝利を天に捧げる。答えてみせよう。強すぎ？俺の番だ。すぐ行く。天は見ているのだ。ここが目的地ですね。いつでもやれる。私を見ておけ。ああ、行こう。お呼びでしょうか。どこへ参りましょう。ご期待に応えましょう。承知しました。答えてみせよう。すぐに飛び立つ。一瞬で終わりにしてやる。それは負けないけど。もっと強くならねば。ハリー取るに足らねえやつだったな。いいぜ。ああ
準備できてるぜ。了解。押さえたぞ。報いを受ける時間だぜ。あいつ。よしよし。行きましょう。え、ここにゃ。そうだ。せいぜいも。コルニア王家の血が騒ぐ。俺にかかればこんなもんさ。俺の番だ。すぐ行く。お呼びでしょうか。やるか。いいぜ。俺の番だ。もう持ってないのか。あ、ゴールド。天使を前に一瞬で終わりにして。立ちふさがるなら排除する。俺の番だ。報いを受ける時間だぜ。お見通しよ。負けるはずありません。ソードマンはサイバーンの簡単になってる。手当てを。ひとまず勝ったぜ。恨みっこなしだぜ。よし。指南書。これこれ。持たせてもいいんだけども、
セブアバンクでなかなか強いな。レベル低いキャラに買っておくか。でもみんな大体上がってきたぜ。砂漠。すごい暑さだな。案内なしで砂漠を抜けるのは危険です。のは暑さだけじゃないぞ。バージニア姫、実はこの砂漠はかつて罪人の流刑地でして、砂漠の民は今も閉鎖的で外の人間には攻撃的なんです。それに盗賊たちの根城も数多く、縄張りを荒らす者には容赦しません。盗賊どもが外で働いた盗みで砂漠の民は生かされてるんだ。貴族の勢力低下に一役買っているので、王国も見て見ぬふりをしてきた。そんな場所だから誰も立ち入らない。まあ実質別の国のようなものだな。統治機構が変わっちゃってんだ。ちょっと待った。急に割って入ってくるな、無礼者。すまねえな。罪人の流刑地だったとか言われると言いづらいんだが、俺はここの出身なんだ。砂漠の民だったか。聞いた話によると、今じゃ砂漠もゼノイラに支配されてるらしい、うん、アレインの旦那、様子を見させちゃくれねえか。家族同然の知り合いがいる。心配なんだ。俺なら安全に抜ける道も案内できる。うん、そうか。砂漠の民の案内があるならどうする、アレイン。とある理由か。砂漠の民がゼノイラの支配下にあるなら、やはり見過ごせない。オーバンの家族も心配だ。行ってみよう。すまねえな、恩に着るぜ。どうだ。誰を入れないか迷うことだな。ベレンガイアとサービスで一緒に行くのは失敗だな。ヘルビー入れな、あ、ないし。
しいな。状態異常の敵は DP1 ってことはだ、こうだな。行動速度が速くなっちゃった少しとか遅い。案内をかな。写真の先へ。よしとやろう。オーバンの言う通り、安全に進めそうだ。オアシスで水を確保できて助かったわ。それは大事なことだ。お、戻ってきたぞ。どうだった？話をつけてきた。この町だけは問題ねえ。この町だけはって、他はダメってこと？安全に行けるように案内するとか言ったのに、面目ねえな。問題が起きてるんだわ。変わってんのか。どんな問題が？
話の通じる知り合いがいるって言ったよな。昔なじみのマゼランって名の盗賊で、マゼラン、ここいらを仕切っていたんだが、そいつが半年前から別人のようになっちまったとこで、他の盗賊団と揉めてるみてえなんだ。ねえ、もしかしてこれは、そのマゼランってやつも操られてる可能性はあるよな。戦闘は避けられないのか。マゼランと話をつけられない以上、縄張りに入ったら攻撃されるだろうな。あいつに何があったのかも気になる。マゼランのいる盗賊砦に寄ってくれねえか。わかった。では経路についての説明を頼む。もしマゼランが操られているのなら、正気に戻せるか試してみよう。話が早いしな、その方が。はぐれも、はぐれもの魔術値で構成されたと。他の兵荒くれども南の兵小川の遺跡アルミの羽奴ら同士が争った。これがマズダン隊。ここ取りに行きたいとこだね。出撃する。よし、行こう。行きます。私を見ておけ。ああ、行こう。どこへでもひとっ飛びですよ。向かいます。どう出るべきか。全然いけないな。お望みのままにいたしますわ。仰せのままに。さて、よし、盗賊だ。どうしたのみ。繋がってる。待機します。思い知らせて差し上げますわ。俺が相手だ。私の前に立つなんて向こう見せるか。どこまでやれる。休息よ。おう、リフレッシュ。こいつは痛いわ。もうまだ終われないか。よし、悪くない。ここまでか。
すげえな。このチームの難点だった攻撃能力がもう改善されまくってるな。まだ伸び足りないね。答えてみせよ。思い知らせて。好きにはさせない。私の前に立つなんて。さあ来い。私を見ておけ。で、お任せください。了解です。青よし。気にはさせない。まさか。ナイス。続きます。無念よ。どうぞ。よし、やったぞ。さて、よし、撃する。どうする。行ってきます。容赦しません。よしよし、どこへでもひとっ飛びですよ。向かいます。標的は誰だ。お呼びですか。ここは危険だ。ホールドスティやろう。待てよ。今から行けないよ。いい。かかってきなさい。より高みを目指します。少しは強くなれたでしょうか。お任せください。了解です。出番か。はい。で、彼より役に立ってみせますわ。お望みのままにいたしますわ。向かいます。狙われている。
Go. ここでどう出るべきか。鈴を使うわけだ。考えるんだ。よし、来い。さて、行くぞ。取りましたよ。思い知らせて差し上げますわ。楽しませてくれよ。立ってられるか。引かねえぜ。炎。いけ。当たれ。動作もなかったわ。ご命令を、王子様。あちらですわね。俺が相手だ。やっ、稼いだし無駄だぜ。受けな。よし、それなんとかなってる。いい調子だ。勝利を積み重ねよう。考えるんだ。なんだと。向かおう。気をつけて進みましょう。だろう。どこへでもひとっ飛びですよ。向かいます。お力になります。頑張りますよ。お任せください。いけないか。早い。立ちはだかるなら投げ払うまで。しょうがないね。どこへでもひとっ飛びですよ。あっ、つくかな。目標地点に到達よ。で、お望みのままにいたしますわ。向かいます。私の前に立つなんて、
向こうに。どこまでやれる。はい、こいつは痛いわ。もう私が立てる。悪くないよ。勝利を我が手に撃破したわ。彼より役に立ってみせますわ。あちらですわね。敵の射程に入ったようです。またこいつだろう。お任せください。アトラクトあるはず。かかってきなさい。立ちはだかるなら投げ払うまで。もう動けません。こっちに来てくれ。後ろ誰に盾ついてると思う。好きにはさせない。私の前に。俺が相手だ。誰に盾ついてるとお思いですか。楽しませてくれよ。回復を。あれこのままデバッグするべきなら確かに有用だな。私がお見通しを備えますよ。回復させてもらうよ。私が盾に。手に乗るな。そこだ。引きなさい。まだ終われないから。許さないわ。回復させてもらうよ。休みましょう。やっかいな。これでも食らいだ。せよ。おのれ。終わっちゃと思うなよ。当然の結果です。で気にはさせない。で、当たったらすがついよ。私に任せろ。それ。へい。よし。お、お、やつか。他のやつ、まあ、協力を仰いでみよう。お望みのままにいたしますわ。仰せのままに。どう出るべきか。よし。意外と余裕がないぞ。到着したぞ。容赦しません。このままだ。無駄だぜ。どうする。限界です。いつでもやれる。
よし、来い。到着した。こちらは制圧いたしました。え？どういうこと？立ちはだかるなら投げ払うまで。はや、大活躍だな、この二人は。これを一撃で癒しが。どうだ、吹き飛べ、吹き飛べ。一掃します。この調子でいきましょう。もう動けません。でも、え、彼より役に立ってみせますわ。向かいます。気をつけて進みましょう。やばいか。考えるんだ。向かおう。ご命令を、王子様。あちらですわね。やばい。体が。結構難しくなってきたな。あれば刺激されてるか。プライム隊にして。出撃いたします。お任せください。行きましょう。目標地点に到達よ。制圧完了だ。どう出るべきか。行くぞ。お望みのままにいたしますわ。向かいます。準備できてるぜ。任せてください。ついてけ、ついてけ。かかってきなさい。回復しました。やりましたよ。限界です。お力になります。お任せください。交代してみせよ。私に任せろ。ご命令を、王子様。こりゃお宝だな。先に進む。よし、来てくれ。
ありがたい。よし。これは？味方？敵？どっち？相手になろう。なかなかの強者でした。やってみせます。向かいます。いつでもやれる。ああ、行こう。お力になります。了解です。どうする？行ってきます。いや、やらないんでしょ。かかってきな。これくらい余裕だ。大丈夫や。撃破した。ここは抑えたぞ。答えてみせよ。お望みのままにいたしますわ。仰せのままに。さて、掘り出し物だ。ホットクロスパン。負けん。どこへでもひとっ飛びですよ。向かいます。次はどうします？立ちはだかるなら投げ払うまで。OK。ほら。ならば、いつでもやれる。私に任せろ。準備できてるぜ。了解。どう出るべきか。さて、よし。彼より役に立ってみせますわ。ふむ、いただいておこう。さあ来い。甘い。よし。
お力になります。了解です。お任せください。任せてください。ここはいただきます。ご命令を、王子様。向かいます。どうって制圧はできないか。ここもあれなのかな。どうする。任せてください。どう出るべきか。向かおう。どこへでもひとっ飛びですよ。向かいます。突破する。やばいんじゃねえか俺。準備できてるぜ。行ってきます。考えるんだ。どうしようかな。どういたしましょう。騎兵の力が必要か。任せてください。さて行くぞ。制圧した。彼より役に立ってみせますわ。仰せのままに。目的地に到着です。なくても大丈夫だから。お任せください。かかってきな。これなんだ。この馬は何だ。神の祝福を。ファイトナイト。ミティラス。違う。これお任せを。やめたぜ。どうする。行ってきます。お任せください。行けます。よし。私を見ておけ。ああ、行こう。ここは解放軍のものです。取った。離せ。ご命令を。王子様、あちらですわね。どういたしましょう。お任せください。答えてみせよ。オーバーつけてったら早くなんないかな。どう出るべきか。よし。いつでもやれる。すぐに飛び立つ。
どういたしましょう。やってみせます。行きましょう。騎兵の力が必要か。了解。わお、彼より役に立ってみせますわ。向かいます。どこへでもひとっ飛びですよ。これで安心。考えるんだ。行くぞ。容赦しません。どこへでもひとっ飛びですよ。はい。立ちはだかるなら投げ払うまで。こちらの勝ちです。お力になります。了解です。どう出るべきか。次はどうすべきか。考えるんだ。礼を言おう。答えてみせよ。気にはさせない。来るなら来い。容赦はしない。帝国に歯向かう愚か者がまだ残っていたか。お前の面を殴れるいい機会だ。存分に楽しませてもらうぜ。いい関係だな。来やがれ。見切った。よっ、私も行く。しゃあこざいな。回復すれば。俺が相手だ。こっちだ。連携だ。いいね。癒しの力よ。受け上がれ。すぐに回復するわ。回復よ。やっちまいだ。はっ、よっ。こいつも説得。当然の結果だな。私だって負けられないもの。よし、さら ここだな。どうする。どうしよっかね。作戦時間が残り半分だ。
皆頑張ってくれ。この程度？かわいいものね。ああ。いつでもやれる。ああ、行こう。天使の前に愚かな。オーバーに戦おう。できんだけど、まあ、攻撃者の腕はフェイスができるようになったか。おやつ。勢力だな。マゼラン、俺に貸した金のことも覚えてねえのか。貴様のような男など知るか。やっぱりそうなんだな。入って、ゼロ。こいつはマゼランじゃねえな。がめつくて有名なお前が貸した金を忘れるわけねえ。借りてる側の言葉か。アレインの旦那、言っちゃったのは。確か馴染みの騎士のグロスタに呼び出された時だ。グロス、そいつが連れてた変なジジイに魔法をかけられて、このざまよ。くそ、情けねえ。アレインだっけ、旦那には世話になったな。俺のことも思い出せたんだな。ああ、お前はとっとと金返せよ。今すぐ返せ。思い出して何よりだ。よし、それでこそマゼランだ。なことより旦那、今の状況を教えてくれるか。助けてもらった借りは働いてきっちり返すからよ。ん俺はそういう男だぜ。マゼランが出てきた。よし、大流旅人敵探し、町の警備兵。はい、
敵ね。え、はい。どうした？囲まれた。いいぞ。裏に買ってるな。なるほどね。連れてってくれる？敵の中。おかしら、先代が正気になったみたいだぜ。なんだと。ようリーザ、心配をかけたみたいだな。心配だと、よくも言えたな兄貴。あんたのせいでどれだけ仲間が傷ついたと思ってる。それについては悪かったよ。だがあん時の俺は俺であった俺じゃねえ。支配の術で操られてたんだ。は、操られてただ？そいつは都合のいい冗談だね。つうことはさ、今も私らを騙している可能性だって捨てきれないね。穏やかじゃねえな。待て、マゼランの身の潔白は俺が保証する。オーバン、あんた生きていたのかい。見たところ偽物には見えねえ。昔と変わらず男前だろ。ほざけ、変わらないね。何年経ってもその性格は。わかったよ。オーバンの人相に免じて信じてやるよ兄貴。どっちにしてももう仲間は数えるほどしか残ってないからな。なんだと。俺がいない間に何があったんだ。オーバン、グロスタって黒騎士を覚えてるか。ドラケンガルド王国ルートヴィヒ王子の近衛だろ。砂漠の民のために国と組織を裏から取り持ってくれたやつだ、うん、あいつがどうかしたのか。兄貴と同じだよ。あいつも様子がおかしくてさ、突然人が変わって攻撃を仕掛けてきやがった。なるほど。何度も襲撃されたせいでこの地を去ったやつも多いんだ。マゼラ。ああ、グロスタも術にかかっているに違いねえ。大変だ。うん、どうした。グロスタの兵士たちがこっちに進軍してきてる。届いじゃない。面倒だね。解放軍のことを嗅ぎつけたのか。ひとまず西の村に退避するよ。村を拠点に奴らを迎え撃つ気か。ああ、その通りだ。このままおとなしく引き下がるのは勝負んじゃねえ。俺からも頼む。グルスターを指輪の力で助けてやってほしい。もちろんだ。この状況を放ってはおけない。これがグルスター。
マゼランかな。ある程度お金貯まったから装備も考えていこうか。待ってくれよ。ピラティア。ペブライト。これどこなんだ。砂漠越えて。やらんといい。入れてやりたいけどな。合わせない。
しようかな。ここに入ってもらうとだいぶ助かる。レイさんは他にもある。もう一個できる。レイスがあったら。奇跡が。いいでしょう。どこに入れてもエレンガリアは強いんだろうから。ヴィレッツ攻撃。食べるやつは希少だからな。よし。その黒騎士サブクエなんだね。ブラックナイト。青。よし、解放軍は砂漠へ出陣。佐野黒騎士東の陣。
ブラックナイトは便所カウンター的な。聞いたします。どういたしましょう。向かいます。で、ここベレンガリア隊ってことで、やつらを野放しにはしない。了解。アレン隊は上に行こうか。よし行こう。どう出るべきか。よし、指示をくれ。わかったよ。援護しながら行く。支援攻撃を防いでくれ。早速やってみよう。仕方ねえな。オークボルト。その隙に接近。あ、どうなる。立ちふさがるなら容赦しない。後ろから助ける。支援するぞ。いらないからいいか。エジェンティーと言ったけど、まあだからせいぜい気張ってろ。回復します。リフレッシュ。立ってられるか。強すぎ。死ぬ死ぬ。あー、二連撃は強いよ。それないね。相性いいな、こいつら。行きますよ。チーム見かけ倒しだったな。当然の勝利だ。前衛に置くか後衛に置くかちょっと迷うけど、相手になろう。俺が相手だ。負けん。どうか。無駄
どです。甘い。せっ、そこだ。当然の結果です。はい、結果せい。タッチオール。しばらく近づかないで。風穴を開けてやる。二度と武器を持てなくなりたい。後ろから助ける。100以上は。これを。こいつは痛いよ。氷を。どうぞ。貫け。今の覚えたぜ。挑んだこと。まだ成長できるもんだね。舐められたものだな。仲間は一人も失わねえ。行ってくる。早く指示を出せ。分かった。こっちは押さえたぞ。いつ攻撃されてもおかしくないな。奴らを野放しにはしない。はい、お出ししますよと。出撃する。 OK、 これで十分。目標はどれだ。ねえな。早く指示を出せ。すぐに行く。で、相手になろう。さあ来い。考えるんだ。行くぞ。容赦はしない。勝利を天に捧げる。リースの場合あとはない。答えてみせよ。
私に任せろ。俺が相手だ。後方支援は任せろ。よし。無駄だ。ファリーさん。返してやるよ。私に任せろ。続きます。無駄だ。敵は誰だ？進もう。さて、どうしたんだ？向かおう。立ちふさがるなら容赦しない。いけるか。楽しませてくれよ。サル、おとなしくしなさい。寝てろ。寝てろ。これならどう？かき乱せ。スイ。危ないところでしたね。コークミルク。まだ終われないか。行きますよ。立ち止まっている暇はない。強くなった気がするぞ。目標はどれだ？分かった。指示をくれ。分かったよ。ここは抑えたぞ。制圧できたな。出番か。一時が高まってきたな。で、リーダーを変えて。出撃いたします。どういたしましょう。行きましょう。奴らを野放しにはしない。ジャンプはできないかな。目標はどれだ？了解。仲間は一人も失わねえ。行ってくる。お、ついてんな。指示をくれ。次の行動に移るか。到着したよ。ここは危険だ。早く指示を出せ。すぐに行く。好きにはさせない。支援するぞ。
来てるところに入った。甘いね。あ、ガードもできんの。あ、やばいね。さらに活躍できますよ。感じるよ、強くなったの。勝利を積み重ねよう。やってみせます。向かいます。どう出るべきか。よし、いつでもやれる。どうしようかな。仕方ねえな。エレンがついてる。任せとけって。私を見ておけ。ジャンプして、いつでもやれる。すぐに飛び立つ。制圧しました。私を見ておけ。お任せください。で、ここでピンパン得て、立ちふさがるなら排除する。後ろから助ける。平気だべ。さあ、出てくるのは見たかろう。アイス。俺仕切り。ナイス。踏ん張りどころです。ふざけんな。私も行く。恐れるものなど、より研鑽を積まねばならん。上々です。そうです。どこまで強くなるのだ。私は天は見ているのだ。あっ、手に枯れちゃう感じ。さて、向かおう。あんまり気にしなくてもいいかな。保管できるし。どう出るべきか。いや、ここに。よし、投入すべき。天使を前に愚かな。支援するぞ。俺が相手だ。逃さない。連携だ。負けるはずありません。来やがれ。そうだ。おいつ、おりゃー、おりゃー、おかだ。ふっ、手当てを。もう一発。負けだ。このまま進むぞ。二度と武器を持てなくなりたいか。後ろから助ける。ブルーの隊が大活躍してる。ベンドロドロ入ってくれて、やっぱりこう決まってる。見てください、こいつは痛いよ。うめえよ。お任せを。挑んだこと後悔するんだな。当然の勝利だ。これこのまんまでよ。立ちふさがるなら排除する。俺が相手だ。
こちらの勝利は見支援するぞ。一歩ずつ前に進みましょう。容赦はしない。行きましょう。こうだ。やってくれた反撃だ。私も行く。やってくれた反撃だ。大丈夫ですか。恐れるものなどない。手加減はできんたちでな。答えてみせよ。ああ行こう。考えるんだ。向かおう。んで制圧完了だ。奴らを野放しにはしない。了解。指示をくれ。あ、ここはいない。出陣いたします。私の前に立つなんて。向こうに…マゼランの…燃えろ。こんなはずは…強い。お守りします。貫け。よ。俺が相手だ。早やっと…やりやがったな。俺が相手だ。この程度ですか。動作もなかったわ。無視してくれ。さあ来い。そうでも相手だとどうかな。そもそもね、いなかったって。どうぞ。よし、やったぞ。ここだな。標的は誰だ。どういたしましょう。私を見ておけ。何かある。持っていくか。本拠地が危険だ。守りを固めなければ。後ろから助ける。楽しませてくれよ。これよ。かっちゃう。集中。どうぞ。まあこんなところだろう。力の差も分からなかったようだな。早く指示を出せ。すぐに行く。仕方ねえな。分かったよ。で、ここで行きます。ご命令を、王子様。一度これ以上ない士気の高さだ。お任せください。これはまずい。
任せてください。おい、グリフォン隊。グリフォンじゃない。制圧だ。かかってきなさい。あ、負けない。これは。当たった。させるか。つらい。調子で行きましょう。撃破しました。奴らを野放しにはしない。指示をくれ。目標はどれだ。一番近いベンツでも取れたのか。わかった。仲間は一人も失わねえ。任せとけって。どこへでもひとっ飛びですよ。はい。いつでもやれる。すぐに飛び立つ。次の行動に移るか。これは使えますね。答えてみせよ。これ遺跡。いつでもやれる。答えてみせよ。ああ、行こう。さて、よし。次はどうすべきか。どう出るべきか。行くぞ。私を見ておけ。すぐに飛び立つ。考えるんだ。頭いけねえだろ。向かおう。やってみせます。向かいます。これはやっ、来るなら来い。なかなかの強者でした。これブレイブ使いたい。お任せください。相手になろう。こうなるよね。この身を捧げる。そのまま。
どういたしましょう。ここを叩くんだ。行きましょう。来るなら来い。買います。相手になろう。どういたしましょう。これで有利になります。負けん。結果です。やってみせます。でこちらも負けない手数が出る。お任せください。礼を言う。かかってこい。決着をつけ。抜くよ。図に乗るな。後ろにカウンターしてすぐに回復するわ。うがっ。癒しの力よ。こんなところか。うまくいったな。答えてみせよ。気にはさせない。振り返りはハンマー。まだまだ。積み重ねよう。さて、よし、すぐに移動すべきだ。天使を前に愚かな。この勝利を天に捧げる。私を見ておけ。
ああ、行こう。お力になります。奴らを野放しにはしない。すぐに行く。お任せください。了解です。こっからどうする？ここは抑えた。仕方ねえな。狙いは互い。学びは尽きないな。よし。指示をくれ。出陣いたします。彼より役に立ってみせますわ。あちらですわね。なぜなんだ。早く指示を出せ。了解。お力になります。何か攻撃できるのか。最後だねえな。頑張って。行ってくる。お任せください。向かいます。指示をくれ。お力になります。バスエールを。やって。そりゃいいね。頑張る。ご命令を、王子様。着きました。容赦はしない。もっと強くならねば。いつでもやれる。すぐに飛び立つ。ここは抑えたぞ。答えてみせよう。私を見ておけ。やれる。私に任せろ。どう出るべきか。すげえ早い。作戦時間が半分を切った。引き締めていこう。考えるんだ。天使を前に愚かな。二度と武器を持てなくなりたいか。立ち塞がるなら排除する。立ち塞がるなら容赦はしない。二度と武器を立ち塞がるなら排除する。ほう、この熱さを超えてきたか。これは久々に戦いがいがありそうだ。やだな。挨拶。無念だ。
奴らを野放しにはしない。あ、ない、オーバーはできない。彼より役に立ってみせますわ。さて行くぞ。考えるんだ。ロイヤルオーダーを出して、オンに来ますわ。お望みのままにいたしますわ。向かいます。誰に盾ついてるとお思いですか。ずれな。しゃあね、オーバンに殴られた腹いせだと思ってくれよ。会話問題か。ところでけど、お前が強い。当然の結果です。まだまだ精進せねばなりません。日頃の鍛錬の成果ですわ。降臨ザー、僕も伸びしろあるのかな。撃破したわ。金曜騎士気絶無効はでかい。戻ったのかい。おそらくな。俺は一体。おう。それする。そうでしたか。俺は砂漠の民に対してなんとひどいことを。あなたのせいではない。全てはゼノイラの仕業だ。そうだ、お前さんなら民の信用をまた取り戻せるさ。グロスタ殿、俺たちと共に戦ってくれないだろうか。アレイン殿、ありがたい申し出、痛み入ります。しかし亡国とはいえ、俺はドラケンガルドのこの騎士。己を取り戻した今、主から命ぜられた通りこの地を守らなくてはなりません。歓談中すまない、少々よろしいかな。おや、謎の傭兵。まさかあなたは知り合いなのか。古くからの友人でね。まだ隠すか。二人で話がしたい。悪いが外してもらえるかな。ああ、分かった、行こう。オーバー、久しいな、グロスタよ。見してくんないの。よし、カルナッタックス、カルナッタックス。あ、ブラックナイト、リスキーな戦い方が似てる。
本当。大変だぞ。せとけ。敵マニアに止まらない。わしが取り扱う武具は技物じゃ。ゆっくり見ていくといい。ヘルビーもあれかい、お引きさんができるな。天井向こう TP 上がる。行動速度が落ちても問題ないやつに渡せばいいわけだ。意外といないな。ここまでするほどかっていう話なんでしょうか。私が取り扱う武具は技物じゃ。ゆっくり見ていくといい。ありがとな。
がとな。またな。海の方に行っちゃうよ。あがよ。リグリさん。ここか。海な、もうないから。ネズミ一匹入れないぜ。有证明的当时
高校生ね。わしが取り扱う武具は技物じゃ。ゆっくり見ていくといい。またな。城はどうなの？Thank you.
上がってしまった。闘技場に来たな。最大規模の町の村と感じでゆっくりできるところなんだ。だいぶ回ったかな。そうだね、今行けるところは回ったって感水準にやっていきたいってことなのか。こうなると一旦上に戻る必要あるか。コルニアにね。よし、じゃあ一旦ここまでで切るか。おしまい。